あのウォッシャーの水漏れ。そう、 ね、こないださウォッシャー満タンにしたのにさ水がなくなるっていうさ、そう、あの、ね、ここだったんですよね、ここ。そう、だから今漏れてないじゃないですか。あ、はいはい、動くと漏れてる。ワンウェイバルブかなんかが悪くなってるだと思うんですけど、ここからね、あ、その吹き出すところのバルブ、じゃああれですか、なんかその見てると僕はあのそこから水をピョロピョロ出しながら間抜けな状態で走ってるってことですか。ブレーキかけた時とか曲がった時とか、多分水圧かなんかの関係で、うん、あと温度が上がった時とか、もう完全におもらしじゃないですか、ピョロピョロピョロ湿菌。なるほど、これはね気がつかないわ、下が砂利とかだと。あ、駐車場砂利やない。そうですね、このコンクリートの上でうんと思って気がついただけで気がつかないわ、これ走ってたら見えないしさ、ね、もういらない、いらない。なら、え、だってこんなとこだってこんいる、いや、これ役立つの、これいらないでしょ。だってこんなん噴射したら全部汚れます。そうでしょ、だからもうここに来る配管を塞ぎましょう、まあ、切っちゃってね、はい、ボルト突っ込んで止めておけばいいかな。じゃあそれ やって帰ります。できるかなこれ。え、できるかな。いや、やってよ。高いよ。いや、やってよ。あ、一人でできるもん。やだ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 。とりあえずちょっとポロって取れて、そこだけやって帰ります。了解です。一番太いやつだと思う。レベッタ外すの、この後ろタンク。え、今入ってないの。多分もう空だと思う。もう空空空全部出ちゃったんですね。出ちゃったん。あれ、下に来てるんですかそれ。下に来てんのそれ。下から見えんのそのホース。下から見えるね。どこだろう。これかな。これやな。それあれですよ、あのネジちゃんと閉まってました。え、そのウインカーちゃんとネジ閉まってました。止まっとったよ。ああ、それ一人でできたもんのやつだからどうだったかなと思って。取れちゃあかんもん取れてきた。え、それ何、俺のせいじゃないかな。あえて触れなかったのに自分から触れた感じ。僕がそこを変えたんです、ウインカー。なんかそれ見えてるんですか。なんか手届いてるんですかそれ。見えてる。見えてんのそれ。心の目で見てる。あの手ちっちゃくていいっすね。あ、うん。普通の人は入らない。普通の人そんなとこ手入らないと思いますよ。普通の人は入らないよ。ほら出てきた。あ、それが何？それがウォッシャー駅のウォッシャーに行ってる配管。これが。だからもうこれを切っちゃって。え、どっちから来てんのそれ。 T 字になってるけど、あ、こっちから来てんので、え、そっち、こっちから来てるんじゃないの。いや違う、今心配になって確認したけど、うん、それちょっとどっちから来てる、うん、こっちから来て、こっちから来て上に上がってるってこと。そうそう、ここと向こう。え、そこで上に上がるにもかかわらず水圧で全部ピュッピュッピュッって出てるってことですか。なんでさ、毎回動画で言うけどさ、この寒い時に持ってくるのか。俺のせい？しっとりた。でも今年、あの去年ほど寒い思いしてない気がしますよ。うん、去年は本当に寒かったよね。うん、本当に寒くないよね。雪降んないもん、ね。全然降らない。でもめっちゃ降ってるとこもあるんだ。ああ、もう。何されてるんですか。お兄さん何されてるんですか。遊んでるんですか。これでいいっすか。これでいいっすか。え、塞いだ。それ何。いや、手頃なエアバル。
エアバルム、エアバルム、いや手頃な蓋が落ちててからこれでいいかなと。ああ、まあまあ塞がれば何でもいい、塞がればいい、塞がれば何でもいい、塞がるかどうかは知らんけど、いや塞いでくださいこれいいんじゃないですか。はい、モーターの配線も抜いといた方がいいよね。あ、そうですね、空回りするってことですもんね、うん、これやな、合ってるんですか。わかんない、手探り、違う線抜くかも。これウォッシャー液外す、タンク外すのにバッテリーまで外さなあかん。めんどくさいやつやないですかそれ。超めんどくさい。あ、何そのタンクを外すの。うん、浮かさんと下のコネクタが取れない。バッテリーは何もしないですもん。いや、普通は外さなあかんのだろうけど、外さずやろうね。そう、僕思うんですけど、そうやって狭いとこにメガネを差し込んでナットを回せるだけで僕器用だと思うんですよ。いや、それは誰でもできると思うんだけど。いやいや、僕はできないです。あのマイナスドライバーを回すのも一苦労だってこの間の動画で見たでしょ。あー、でも大丈夫ですよ、これすっぽ抜ける心配ないからさっきあの動画見てめちゃ僕のことディスってましたね。いや、だってさ、あれ電話かけてきたじゃないですか、はいはい、頭よぎったんすよ、すっぽ抜けるかなって結構コンマ 1キロ近く圧かかるんで、はあ、一瞬ね、ま、一瞬最終的に僕やっと理解してあのスパナで締めましたでしょ、はあ、あのネジをそもそもマイナスで締めようっていう発想がないだってマイナスのなんか切り欠きがあるからマイナスだって思うじゃん。いやその発想がね、信じられんよねそれがモモスケクオリティって言うんですよ本当に。いや、あの時さ、本当に頭よぎってさ、あーちゃんと締めなあかんよって言わなダメかなと思ったけど、まあさすがにちゃんと締めるでしょまさかでしたね。我ながらポイント外さないなって自画自賛しちゃいました。あのスポッと音がした時にやっぱ来たかって思いましたもうさ、わざとやってるのかな。いやでも最近、いやマジです、そこまでしてネタをいや本気なんです。取れてこないね。いや、ちょっと亀 T シャツ作ろうかなって思ってるんですけど、今年は。ああ、いいと思うよ。亀 T シャツ需要あると思います。思う本当っすか。そこそこ売れそうな気がする。そこそこ売れる亀 T シャツならもうヘッドライトのウォッシャー出ないように抜いちゃいますよ。ああ、大丈夫っす、いらないっす、存在意義がわからないっす、そいつのヘッドライトウォッシャーってそもそも出たんすか。いやー、見てない、見たことない、見たことないんすけど、こういう系の車で。だいたいその出てるか出てないかすら確認できないですよね、ウィンドウウォッシャーと違って。そうそうそう、自分が操作して誰かに見てもらわないと。とりあえずモーターが回らないからいいと思いますよ。これ解決ですか。解決解決じゃないじゃないですか、あの修理してないから。え、いる。いや、いらないと思います。いらないよね、うん、ヘッドライトウォッシャーなんて、まあ、あ、でも雪国だといるんですか。雪国とかHID とか。でもこれあのこの世代だったら熱で溶けますよね、まあ、この世代だからヘッドライトに泥とかついてそれを落とすための。ああ、まあまあオフロード車だからってことですか。そうそう、オフチックなためのやつだと思いますよ。そういうことですね。最近の新車でもついてますからね。あ、ついてますね、うん、ついてます、ついてます。なんだったっけ、 LED のヘッドライトに、はい、だからそれは分かりますよ、理にかなって、うん、理にかなってるっていうか、その LED が発熱しないからっていう話ですよね。つけないとダメみたいなね。もう確かにそれは分かるっすよ。 HID とかのバルブでもやっぱノーマルのハロゲンと違って熱量少ないもんね、うん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 、雪道とか走っとるとだんだん暗くなってきますもんね。 それは分かるっすよ。
ああいう時しか使い道ないけど、うんうん、ただそれを噴射しとる車見たことないですか。仕事終わった後のこのこういう時間はまあ嫌いじゃないですけどね。じゃあちょっと小春ベースの日常でやってほしいことを視聴者の皆さんに募集しましょう。ああ、なんか質問コーナー的なのもいい。小春の質問コーナーやりますか。ああ、なんかさ、そのようなこと書いてなかった。ありました。なんか作業道具が見たいと思。ああ、ありますね。よし。あ、水入れなんかね。終わりです。ありがとうございました。じゃあ次回のなんか質問募集、質問何か、はい、何か何がいい。何でもいいですよ。変なのダメっすよ。変なのって何。変なのダメっすよ。なんかね、なんだそれ。普通の質問でお願いします。じゃあね、バイバーイ。